さあ第9戦か、第9戦ですよ。残り2戦を控えて切なきつけ、あと1回ぐらい逃げ切りたいところだ。そしてソロで戦っていきたいと思います。まあ最初の方ソロでちょっと見つけた人にちょっと片っ端に通話かけてみようかなそんな感じで言っております。もう1回ぐらい逃げ切りたい、もう1回ぐらいね。とりあえずまあさっき五つ屋にも言った通りにね、あれだ青鬼のところに行ったら危ないということで、もう青鬼のところからどんどん離れるように進んでいっておりますが、あー、なんか行き止まりばっかです、行き止まりばっかです。俺の人生行き止まりです。大丈夫かな、対策が思いやられるぜ。始まったんかな、始まってる、もう始まってますよ。もう戦いは始まってる。あーどうしよう、ここにおったろうか、もうここにおったろう。あーこっから先にさらに道があったらよかったところです。なんかここ来たことあるな、なんか来たことあるな、ここ。まあいいや、ここでソロで頑張っていきたいと思います。ちょっと後半になって死者が出てきて初めて5分ぐらいかなになったら、ちょっと通話かけてみんなの位置をちょっと状況を確認させてもらうとしよう。怖いな、てかもうここの宝石今からかけたいところですな、かけようかな有事不断だな俺、そんだけ追い込まれているってことです。このゲーム実際のところをイモってないと勝てないという現実があります。しかし僕はやっぱりイモります動画ですけどイモります。やな、うん、まあいいや、通話誰か通話してないか、誰かいないか、誰かいないかい。この事件は起こった、あちょっと待って、あれダイヤの剣なくなってる、この人ダイヤの剣なくなってる、なんかダイヤの剣なくなってる、この人ダイヤの剣どうして、え、ダイヤの剣なくなったよこの人え、実は鬼ちょっとレギュラーばっかやりよったんが、今回からゲストの方で、今ブーストさんって方なんですけど、さっき牢屋でトークで話してくださった方なんですけど、鬼になったんですけど、青鬼剣なくなった、あの人、ええ、ラッキーやけどいい今のラッキーやけどいい今の、やったラッキーキー、切なラッキーキー、切なラッキーキーやけど、なんで剣耐久度低いもん持ってきたんかな、あの人運悪かったな俺ちょついてる、ちょついてる、やだね。ちょっとそろそろ誰か生き残っとる人に通話かけたいな。あっどうもブーストさん、どうも、もう新しい剣持っとるかもしれんけど出ていこう持てないか、一回入ったら出ていけんもん、これジャッジ的にどうなるんかな。ブースさん、ニコロさんに通話っていうか、こちゃしたかな。もうラッキーってことにさせてもらいますよ。僕はラッキーってことにさせてもらいますよ。運命さえ僕の味方さ。そうさ、僕こそ、鉄パンマン。そうそう、通話かけたいな。ガチャガチャ近くでいいよな。誰か近くおるんかな。おらんか、ここまで来とる人はそうおらんような気がするけん、とりあえずもう一回ここにおって通話の準備じゃ。もう一人ケンさんって方なんやけど、このケンさんって方が青になんやけど、今後といいのってちょっと通話たい、ガチャ言うた今、え、剣あるんですけど、剣あるんですけど、ちょっと F1 押させてもらって、めっちゃ耐久度あるやん、あの人間違えて Q 押したな、ちょっと教えとこ、あ
っと待って、知らぬ間におったんやけど、今見つかってなかったん？行けたん？ええ、もうわけわからんことたくさんありすぎ、わけわからんことたくさんありすぎや。 お前ら何してくれてんねんって感じや。あ、おるん？おろおろ、怖いよ。ちょっと通話、誰か通話しようぜ。なんか俺が通話かけようとしたら誰か出てくるっていう怖い状況になってますね。マフさん、誰とも通話したいんかな。おお、絶景。逃亡者で通話するのは初めてですね。私も初めてですね。ちょっと今、ちょっと珍事があったんですよ。え、何？ブーストさん、剣落としてやがった。マジで？うん、俺、ちょうどね、俺が切りかかられたところなんだけど、多分9を押したんだろうね。9キー。助かったよ。鬼助かったよ。奇跡起きたね。で、剣切れたって思って、耐久度が最初から低いもん使いよったかなって思ったら、うんうん、元の場所戻ってきたら、普通にありましたよ。で、俺がちょっとチャットで、剣、俺の言ったところにありましたよってチャット送ったら、いつの間にかブーストさんが拾いに来とるんですよ。あー、危ない。わー、危ねって思ったら、ブーストさん気づかに行くんですよ。よかったね。ゴーワー、ゴーワー、あー、そういうんやめてくれよって感じ。やめてくれよって感じですよ。やばいよ。今回じゃあ、いい絵がいっぱい撮れたんじゃん。本当にいい絵撮れたよ。いい絵撮れたよ。珍事だよ。こんなことはもうさ、人類滅亡レベルでないよ。ちょっと上がるのが楽しみだわ、その、その部分。やばいですよ。ちゃんと撮れとるよね、撮れとるね。オッケー。いいところ撮れたわ。今どんだけ残っとるかな。もう私、地味に隠れてるから全然、いい絵が撮れない。そうですか。でもね、すごくいいね、隠れ場所を見つけたの。マジですか。うん。俺も、ブーストさんが2回も来とんやけん、ブーストさんはこんだろうなって思って、ここに思ってますよ。ケンさんどうか知らん。ケンさんね、3回ぐらいね、前を撮ったんだけど、全く気づかなかったから、ここいいと思って。ちょろいな。ちょろいな。やったぜ。さて、そろそろ動くか。今何分かな？何分だろう。結構来たよね。何分かっていう表示がなし。ことぶきさん、ガーデンさん、リンさん、ひきよう、ドラヤキさん、アカネ、結構やられたな。フーハヤさんもか。あと5分、あと5分です。あと5分長いなぁ。どうしようかな。私は、ここに居座り続けるよ、5分。一旦ここドア閉めといて、あー、一回ぐらい花持たせてもらおう。というわけで、俺、イモル、イモル、イモルンルン、イモルンルン、シエルンルンルン。ルンルンルルン。怖いな。怖い。でもすごいいい隠れ場所見つけた。マジですか。次に行くかな。気になるな。いやでも全然教えてもいいんだけどね。一人しか隠れられないんだよ。マジで。うん。それは怖いですね。あと2分ぐらいになったら動き回ろう。さすがに動かんまま動画終わったらちょっとあれやけんね。ああ、動画はね、確かに。やばいやばい。あ、マメさんがやられそうになってる。いや、あのね、来たんだけど気づかなかった。ああ、めちゃくちゃ愛されてる。神に愛されてるよ、マメさん。やばいね。ちょっとそっちの様子が見たいレベル。今回ね、シュールすぎたからね、動画に撮ってなかったんだよ。ああ、そうなんですか。撮っとけばよかった。この鬼が前を何回もうろうろする様を。実況は何が起こるかわからない。だからそうだよね。撮っとけばよかった、本当に。さて、今回の鬼は言っちゃあれやけど、勝利かもしれないな。よし。よし、完全勝利。目指す。頑張ろうぜ、生き残ろうぜ、設計。いいよ。これはもう。さっきもね、すごい、ドキドキして楽しかったんだよね。なんか。カヤカさんやられた。え、マジで？あ、ほんとだ。カリハさん死亡。5分長いよー。ドキドキする、めっちゃ。生き残りたい。生き残りたい。やばい。まあ、やばい、気づいた？さすがに。
や、気づいてない。なる、気づいてない、マジで。5回目やん。5回目だね、こんなに目の前ウルウルしてるのに。マジでやばい、すごいいい場所に。俺もその体験してみたい。一回したんやけどさ、ブーストさんが綺麗にスルーしていったんよね。ラッキーすぎて。2回もラッキー、一戦で2回も。2分、よっしゃ2分、動くぞ動くぞ動くぞ、僕はもう見つかってもいいぞ、見つかってもいいから見つかるの覚悟で動くぞ。はい、このスリリングやばい。スリリングはね、スリリングマキシマムやね。マキシマム、スリリングマキシマムやね。あーちょっと動きよったらケンさんに見つかったよ。あー見つかった。あー不安要素だったんだケンさんは。こっちに来るか来ないかっていう点では。はい、どうしよう、あと誰が生き残ってんだろう。じゃあ俺やられたんで切りますな。はーい、ありがとう。はい、ありさま。ふぅ、やっとが変わった。じゃあ早く帰って。